寂しいさ持ち寄って明日を欲しがるけど、君が目指した汚れなきその強さで僕を壊して、声にできずに耐えたい祈りをさらめたら預けて、残された記憶と失くした君の面影よ、植えたこの胸に今も置き去りのまま、はい、どうもゾイクエです。ストレングス
アビングドンボーイズスクールの曲でした。聴いてくださってどうもありがとうございました。この曲はアニメソウルイーターのエンディングテーマという歌だったんですけれども、この曲のタイトルストレングスというのは力とか強さとか決意だとか、まあ、そういったこう力強い意味がある言葉なんですけれども、まあ、まさにこの曲がすごく力強くてものすごくこう思いが込められた曲なんだなっていうふうに感じるんですけれども、まあ、アビングドンボーイズスクールの曲の中でもやっぱりこう西川さんがまさにこうタイトル通り力を入れて歌ってるのがすごく聞いて取れると思うんですけれども、本当に歌うのが難しくて、これ多分西川さんしか歌えないんじゃないかなっていう曲の一つなんですけれども、まあ、今回ゼクレがね一生懸命こう練習に練習を重ねてなんとか今回一つの作品にすることができました。で今回久しぶりにアビングドンボーイズスクールさんの曲歌ったんですけれども、まあ、やっぱりどれを歌ってもこうアビングドンボーイズスクールの曲は本当に難しくて、だからなかなかこうやってカバーする人がいないと思うんですけれども、今回大好きな西川さんの曲ということもありまして一生懸命歌わせていただきました。ぜひ皆様の感想やコメントお待ちしております。よろしくお願いします。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録、そして高評価、そしてコメントをしていただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。また Twitter や Instagram、LINE 公式アカウントなどぜひぜひフォローシェアよろしくお願いします。またゼクレのオリジナル曲やグッズは概要欄から視聴購入などできますのでぜひチェックしてみてください。ということでゼクレでした。どうもありがとうございました。乾いた唇、今回は、本気でいきたいと思います。よろしくお願いします。ゼクレでした。